さあ皆さんこんばんは、ポッキーです。今回もですね、スマホアプリ実況プレイやっていきましょう。今回もね、最高におバカなゲームの続きもやっていきますよ。では一つ目はこちら、キックヒーローということで、まあちょっとだけやったんですけど、いまいちよくわかんない、なんかサッカーボールを蹴りまくるゲームです。全然わかんないよね。でもヒーローゲームらしくて、なんかやっぱ僕ヒーローとかに憧れてた時もあったんで。おお、ヤンキーがなんかいるね。多分あいつらを懲らしめるんだろうな。俺これですね。ではやっていきましょう。スタート。で、こうやってタッチして、こうやって蹴っていくっていうのだけは思ったんですけど、こうタッチしたら、こう、なんていうの、ボール蹴る。おはははちょっと、そういうことか。わかったわ。え、どうしたの？何があった今。アプリ落ちたんだけど、ちょっと待って、一番怖い。アプリ落ちたのが一番怖いんだけど、ちょっと待って。なんかすげえ、なんていうんだろう。当てましたね、ボールを。どっちが、悪者なんかわかんなくない？結構痛いわ、あの速さで当てられたら。ちょ、もう一回やりますか。多分あの一番前にいるリーゼント野郎を倒せばいいんだろう。俺はそんな気がする。どうすればいいんだこれ。タッチ当て、当たったぞリーゼント野郎。あすげえ。なるほどね。帰ってきたボールをこう、あれちょうどタップする感じか。あ、早すぎた。リーゼント野郎、俺はダブルキルしたんだけど。強すぎるだろサッカーボール、マジでやばくね。いいぞ、いけ、いいぞ。だいぶ倒したけど、何人走ってんのリーゼント野郎。いや、ヤンキーいすぎだろこの街、怖すぎるんだけど。いや、俺の方が怖いよな。少林寺サッカーをね、昔やっていた僕にかかればこんなの余裕だぜ。いいね、だいぶもうこっち掴んできたよ。俺これさ、無限にいけるかもしんない。このゲーム結構簡単に返せるぞ。え、なに、なんかスピードが上がってきた。なんか奥が夜の街行ってるけど、あ、なんかボス的な感じ。強いこいつ、あーやばい。うわマジか、めっちゃ悪そうな顔してる。ちょっと倒して、体力とかあるんだ。ちょ、絶対倒すぞ、マジで。来たか。いけ！よし！倒した！え？倒したんだけど。帰ってくる？まだ？やった！ボス倒した！あのボスでかくね？だってこいつらめっちゃ身長ちっちゃいよ。誰だよ、お前。シュワちゃんじゃねえかも。はい、やってきました。最高におバカなゲーム、やっていきましょう。のんびりしてますね。では、48まで行きましょう。あ、もうでも、ついに、残すとこも2面ですね。やっていきましょう。黄色い、カモちゃんの写真を撮ろう。おいおい、カモちゃんどこにいんの？多分これ動かせるんでしょ、多分。あれ、待って。押しちゃうんだけど。これどうやって動かすの？ちょっと待てよ。あ、わかった！そういうことか！なんか、なんて言うんだろう。あ、わかった！ iPad をね、揺らすことによって、こう、なる。あれ、待って。クリアできないんだけど。こいつじゃねえの、黄色いカモちゃんって。ちょ、待って。ちょ、完璧通れてるでしょ、これ。別になんかいんのかな、もしかして。こいつか、もしかして。違うの？やった！こう iPad 動かすことによってこうやって動くんだ。な、感度高すぎてさ。こいつよく覚えただろ、もうよく覚えた。名前までつけちゃいそう。愛着湧いて。喫煙禁止。おう。どうしたらいいの、これ、じゃあ。あ、これか？罰？ん？あ、わかった。消すんだ、火を。いや、違うか。これ動かせるな。どうしたらいいんだろう、俺は、じゃあ。これ、罰印。あ、消えた！なんで？タイトルをよく理解することが大事だ。ちょっとよくわかんないけど、消えました。なぜか知んないけど。やったぜ。この前のステージのエレベーター何回で止まった？ 15 回です。もう覚えてるから。完璧に把握してるから。え？何回止まったか？ 10。 わかんないよ、そんなの。待って、何回に止まったっけ？それは覚えてねえわ。最上階は15回ってことは覚えてんだけどね。20回かな？ちょ、見に行こう。もう仕方ない。この前のエレベーターの、どこだ。これは前のエレベーターのあれだ、最上階のやつだ。ちょ、待てよ、それの前だから、33くらい。違う。32は違う。待て待て、31は違う。どこだよ、おい。教えてよ、エレベーターのあれ。あった！ 9 階だ。もう、手間取らせやがって。よっしゃ。ブハハ、クソエレベーターが、ほんとだよ、お前、クソエレベーター、お前がクソだよ、ほんとに。次行きましょう。日が暑いな、美女のために日光を防ごう。うん、そうだな、防いであげないといけない。だから動こうとしないんだが、パラソルも開けられないんだが、振るんだ、パラソル。違う。どうしたらいいんだろう。どうやって開けるんだろう。日光を防ぐ。
パラソルも動かないですね。どうしたらいいんだ。もう日光良くない？別に。おい、マジかよ。優しい男だな。これもね、あの前回にやったなんかあの、なんて言うんだろう。暗くするのでは、よかった。優しい男だ。やっぱな、俺は優しい紳士な男なんだよ。ありがとう。箱の後ろなんだ。あおー、余裕で見ちゃったよ、簡単に。こんな簡単なの、本当に。うん、こいつだな。それだけかよ。もう、ほんと簡単だったな。次行きましょう。日が暮れたルームメイトは本を読もうとしている。光をつけよう。もういいじゃん、別に。暗い中読めよ。スマホの明かりで読めよ、お前。スマホ持ってない系かな。つなぐ、光をつけよう。光っていう字が関係あるのかな。なんか。ん？ルームメイト本を読もうとしている。なんで俺がルームメイトのために光をつけてあげないといけないの？これをまた、あの、暗くすんのかな？待って、ついた。そういうこと？これ自分の手で、こう、なんで、親指と久しぶりでこう、両方押したらできた。あー、なるほどね。導電できると。なるほどね。わかんないよ、そんなの。俺の中に電気が流れたのかな、今。マッチリの少女はとても寒そうにしてる。暖かくしてあげよう。ほんと寒そう。なんで裸足なんだろう、こいつ。寒そうにしてる。温める。こう、タッチするみたいな。あ、わかった。擦るんだ、絶対。こうやって擦ってあげたらあったかい。関係ない。マッチに火をつけろ。なんでお前はマッチを火をつけようと思わないんだ。おい。無理だね、これは。どうしよう、一体。暖かくしてあげよう。僕は抱きしめてあげようか。いや、そういうのはないよね、絶対。抱きしめるみたいな選択肢ないもんね。何？なん、今の顔何？摩擦で熱を生み出せる。やっぱそういうことなんかい。ちょっと待って、めっちゃなんかマッチ色の少女嫌な顔してたんだけど。ちょっともう一回やっていい？あの嫌な顔もう一回見たい。こいつは、もうほんとかな、なんて言うんだろう。ちょっとも助けてあげたいと思えないんだけど。このボタンを覚えてそれをクリックするんだ。375？ え？どういうこと？減っていくんだけど。375回クリックするってこと？どういうこと？覚えてそれをクリック。375だよね。は？嘘でしょ？これ0までもしかして。関係ないよね。375。375。いや、絶対そんなわけないでしょ。は？どういうこと？それをクリックするんだって。ボタン覚えたのか？ 375。は？全然わかんない。箱の前何がある、何かがある、クリックしよう。前？なんもない。クリックしてもなんもない。箱ってこの、箱っていう字か？関係ない。もう文の何っていう字。何かっていう字をタッチした俺は今。マジかよ、そう、何かなの。もうなんかもうなんだろうね。なんかもう、めちゃくちゃだな、ほんとに。そう、その何かだ。ほんとひどいな。靴をきれいにし、拭こう。あ、オッケー、そういうの得意だよ。ブラシとか動かせないんだけど。ん？待てよ、水もこれ汲めないし、汲んであるの何もできないし。は？どういうことだ？拭けばいいのかな、手で。あ、綺麗になった！それだけかよ、使わないのかい。次、リンゴが出現したとき、それをクリックしよう。あーい！ごめん、違ったわ、リンゴじゃなかった。リンゴどこだ？リンゴ来なくね？これ？違う、トマトだよね、どう見ても。これ、梨だもんね。リンゴは？マジで？来ないよ。待って、いちごだけなんかクリックできるわ。リンゴってもしかして字？関係ないよね。あ。それっていう字でした。それをクリックしようの、それっていうやつだった。おい、めちゃくちゃだな、じゃねえか、ほんとに。あ、最後だ！ 48。重い巨石だな。後ろに何があるのかな。あ、重い！かなり重い。何があるのか、何かの何かじゃないの。さすがに違うか。さすがに関係ない。文字は関係ないパターンだね。何かがあると。岩の後ろにこれ、ひっくり返せば落ちてくるみたいな。ない。割るんだ。多分、一生懸命、叩いて割る。割れない。なるほどね。待って、動いた。なんで動いた。おい、動かしてこれかよ、おい。ちょっと待って、嘘でしょ。
だから言っただろ、石は重いって。なんかね、2本の指とかじゃダメで、3本の指だったらあれ、どかせられました。3本の指で持てるやつは軽いと思うけどね。あ、これ前のステージ、ちょっとこれ次回多分覚えられないから、ちょ今のうちに答えておきましょう。375だから、イエーイ。切れるなよ。この訓練を経て、お前の IQ は一番賢いオラウータンを超えたぞ。まだオラウータンかい。はい、では最後のアプリいきましょう。ゴールできたら神っていうなんかアプリがあったと思いますが、そちらの 3D バージョンということでね。 3D 大好きなんでやっていきましょう。おっと、いきなりなんか変なとこに飛んだけど、まあ、このアプリね、一回やったことあるんですけど、動画にはしたことないような気がしますが、まあ 3D ということでやっていきましょう。ゲームスタート。ゴールできたら天才、ゴールできたら神、ゴールできたら絶対神ということで、まあ、天才からやっていきましょう。うん、やっぱね、いきなり絶対神とか行くのはダメ。そういうちゃんとやっぱね、経験を積んでいかないと。はいはい、障害物に当たって落ちないようにゴールを目指すと。なるほどね、行くよ。おー、いいね 3D。 あー、いい。あ、そういうことか。ちょっと待って。なんだよこれ、切り株。これなんか気持ち悪い切り株があったけど、なんかすごいドットだね。待てよ、結構ね。あ、なるほどね、あれは飛べるとジャンプだ。なんかいる。何、あのモグラ。よしよしいいぞ。こういうアプリやったよね一回俺。それのこのなんていうの、ゴールできた神バージョンみたいな感じ。なんでお前はさ、その飛ぶたびに回んの。ちょ、待って待って待って、これ見たことあるぞ。危ない危ない危ない。ああ、いやー、落ちた。20%、これで 20% かよ。ゴールしないと始まんないと思うんで、まあ、こう天才くらいにはねなれるで。え、待って、ミスった。痛いこれ。右だ、あれは右行かないといけないんだ。ベスト超えた。いいぞいいぞ。怖い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 。大丈夫、落ち着け、落ち着けば大丈夫。あー、待って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 、やめて、処刑しないで。やばいやばい、危ない。よし、飛んで。なに、周り、なにこれ、なんでこんな怖いとこ走ってんの俺は。うっそー。なんか背景変わった。え、これで 33%？ はい、超えました。いいぞ。はい、なになに、怖い怖い怖い。ちょっと待てよ、ちょ、この間をうわー。待って待って、よしよし、なにその矢印、なんで俺から逃げんの。 50% もまだいけない。いや、でもこのゲームハマる。ちょっと待って、俺絶対ゴールしてやるからマジで。ここまで来たらもう今回はね、だいたいこういうゲーム俺はゴールしないで死んで終わるんだけど、俺今回はこのレベルは絶対ゴールだけして終わるから、ほんとに。あ、よく見てる。なんでだよ。飛ぶのか、これ。左で。難しいなぁ。来た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 。マジで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 。やばいやばいやばい。触れる触れる。どっち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 。なんで真ん中に当たんだよ、俺。そこは一番ないだろう。64%。いいよ。64来たよ、64、ついに64まで来た。ちょっとずつ進歩してる。何それ。え、今頭打ちつけられてたよね。もうかわいそうなんだけど俺のキャラ。てか、あそこまで来るのに結構かかるんだけどさ、中間セーブ欲しいわマジで。 50% でセーブみたいな。やばい、新しいステージ来た。え、え、床抜けんの。恐ろしい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 。ちょっと待って、恐ろしい。わーわーわー、怖い怖い。あはは、86。もう、あのね、実況できないこれ。実況できない、ガチプレイになっちゃう。ちょっと待てよ、いけるいける、これいけるぞ。なんだ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 こいつら。ちょっと待てよ。おい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 、嘘でしょー。94、やばい。もうこれゴール行くね。ちょっと待てよ、冷静に冷静にゴール行くね。いいぞいいぞいいぞ。やったやった、マジでやった。誰最後、誰やんか、なんか倒した。イエーイ。俺が天才だ、俺が天才だ。みんなよく覚えとけ、もう絶対やんねえ。ということで、ありがとうございました。もう僕のね、心はボロボロで1時間やってました。
もしこの動画を楽しんでくれた方がいたら、僕が天才だと思った方がいたら、ぜひ高評価ボタンを押してってね。はい、ではポッキーでした。